グリーノックへ撤退したイギリス軍、1940年6月アルファベット作戦とは、第二次世界大戦中の1940年6月、初めに実施された、ノルウェー北部からの連合国軍の撤退作戦。撤退は6月8日に完了した。この作戦で、兵士24,500名がノルウェーから撤収した。1940年4月、連合国軍と、 ドイツ軍はそれぞれノルウェーへの侵攻を開始し、なるべくの戦いにおいては連合国軍が優勢であった。しかし1940年5月10日、ドイツ軍がベルギー、オランダ、ルクセンブルク、フランスへの侵攻を開始したことにより、英仏にとってスカンジナビア半島は副次的戦域となり、撤退が促された。部隊の最終的な撤退から数日後の夜、 ナルビックの住民は、イギリス海軍のパトリック・ダルゼルイコール・ジョブ注意によって救出された。命令に対して、彼は、ドイツ軍の報復爆撃の直前に人々を移動させるため、地元の釣り船を組織化した。街は大きく破壊されたが、死者は、わずか4人であった。イギリス海軍は、ダルゼルイコール・ジョブに規律を守らせようとしたが、それはできず、後に、 ノルウェー国王奉魂7世に聖英オーラブ勲章を与えられた。戦争の後半、彼はイアン・フレミングに仕えた。多くの出典がダルゼルイコールジョブがジェームズ・ボンドの元となった人物として挙げている。連合国軍がノルウェーから撤退した結果、スウェーデン、フィンランドに対するドイツの影響力は圧倒的優位になり、両国は 貿易でもドイツに大幅に依存するようになった。1941年6月には、大祖戦争のため完全武装のドイツ第163、不評手段を、ノルウェー南部からフィンランド中部へ輸送するのに、スウェーデン領内の鉄道利用が認められたが、これは、スウェーデンの中立政策からの大幅な逸脱であった。ありがとうございます。